はい、抹茶行こう動物の森、座席からやっていきたいと思います。2日目ですね。はい、早いな。多分ほぼ起きてないんじゃないの、誰もね。私です。はい、とりあえずね、あれをしないといけないもんね。あのタヌキのお願い、タヌキのお願いっていうのでいいのかわかんないけど、とりあえず今回でそれを終わらせたいですね、タヌキ。いや、さ、早すぎるよな。自分でもね、ちょっと早いなと思ってんだよ。何？はい。知ってます。はい。あれ、ね、ね、大丈夫？激突した、激突。やっぱさ、あれじゃない？彼女、ほら、上見てるからさ、もう前なんて見えないんだろうね。私、怒られたこと、まあ、あるわ。うん、割とある。分かって、セーブして終わりなさいってね。はい。さよなら。ずっと見てんね、私のことを。困ったことは特にないです。あ、はい、聞きます。村のフルーツをガンガン売って稼ぐよ。勝手に売らないでよ。うん、え、はいはいはい、この子ニャンっていうの、いいね、シンプルだね。じゃあ取ってみる。本当に拾えたわ。え、どうやって拾うのこれ。え、ビーツだよね、これでしょ。ちょっと。え、拾うのねえ、ちょっと待って、拾えないんだけど。いらねえってこと？フルーツなんていらねえよって？強い意志を感じるわね。バカだ、もう行こう。拾えなかった。とりあえずなんだ、どこ行けばいいんだっけ？あ、たぬき商店行くんだっけ？たぬき商店だと、あ、こんにちは。おはようございます。何ですか？はい。いろんな道具は持っとくと便利だぜ。そうだよね。やべえもん、見てる。そこなんだよ。金がね。あれ、どうやって行くんだっけ？あの、マップ、マップ。こう思うとちょっと立地悪いかなと思うよね。たぬきちの店が遠いのはちょっといただけないな。まあ、しょうがないね。とりあえず役場行くんだっけ。役場別に、え、どうだったっけ。どっちも行けばいいよね。よいしょ。フルーツを拾えなかったのは何？このコントローラーの B ボタンが死んでいる？その説ある？まあね、古いからね、このね、コントローラーも。もコントローラーもう一個ぐらいストックがあった気がするんだよな。はい、この時間にやってるのがなんかチュートリアルの間って感じだよね。
うん。だからみんな起きてんのか、こんな時間に。おかしいなと思ったんだよ。この時間に起きてるってなかなかじゃん。そういうことね。はい、喋ってきます。何なの？特にないんだけど、まあ、一応教えて。うん。はい。売りつけてみろ。言い方じゃない？はい。え？おいらもそのうち手伝うし、捕まえても。え、何？私にじゃあ売れるものくれるってこと？言ったわね。絶対よ。くれなかったら暴れようね。はっ！そう、売ってらっしゃる。こんにちは。おはようございます。ご機嫌よろしくて。お願い。手紙を出してみたら？全然動物の森の世界でさ、手紙って送ったことないわね。よっぽど仲良くなりたい人に送るけど、やっぱいい女は言うことが違うわね。うん、やっぱそのね、なんかフルーツメロだなんだって、何、あ、枯れそうなのね。普通独特な色と思ったけど、枯れそうなのか。ジョウロ、ジョウロくれ。家の中におる。はい。フルーツ系好きなの？お願い。あ、ムラメロね。変えたいですね。ちょっとムラメロ。ただなんか、その、難しいよね。ムラメロってね。何しようかな。あれ、あの、なんか、汗臭そうな子いないんだけど、どこ行った？あ、いたわ。え、なにこれ？あれ、これってさ、フォックスのやつ？フォックスのゲームやったことないからわかんないけど。まあ。もう。売り出し中のうちってあったでしょ？あ、そういうこと？なるほどね。うんうんうん。もうないね。私はあれ多分ずっと空き家ですよ。ごめんなさい、邪魔です。ただなんで真ん中に餅つくやつが置いてあるのかわからないよね。季節感？季節感がちょっと。あと喋ってない方？どうやって喋った？もはや誰がうちの島にいたかさ、記憶にないんだけど、島じゃないのかこれ。町？じゃ、とりあえずよ。あれ、今家入ってた？これ誰だっけ？なんていたっけ？あれ？シュバルツなんていた？引っ越してきてるシュバルツだ。シュバルツ引っ越しときとるやん。シュバルツは私はまあ普通ぐらいなんだけど、相方さんの推し住民なんだよね。なんだろうな、私の推しは来ないのに。はい。びっくりして、私も、もう。今日からさよなら、シュバルツだ。ブルル。ブルル？じゃあね、ブルル。バイバイ。でもいいね、シュバル、もう怖い系だったらちょっとあれが良かったところあるよ。
他にも欲しい子はいっぱいいたよ。狼系とかね。まあでもしばらくいいですね。なんかちょっともっと引っ越してきてほしい。何人まで一日一人来るんだろうね。え、あ、あ、バイバイ。懐かしい今の。いろいろだと言ってない場所はもう役場ぐらいなのよ。なんかこれさ、最初の 2,3 日ぐらいは毎日誰か引っ越してくるじゃん。その間って楽しいよね。誰来るんだろうみたいなね、ワクワク感。よいしょ。こんにちは。何者じゃ、何なの。憧れの動物。猫。ごめんね、やっぱ亀って言ってあげる方がいいんだろうなって、大人の対応するべきなんだなって思ったけど、ごめんなさい、素直に。正しく引っ越されて、そうよ。孫なわけないじゃないのよ、本当に。フェフェフェ。フェフェフェ言うてるけど。これで、一通り全員喋ったよね。うん。戻るぞ。タヌキ何あと要求してきたっけ。結構めんどくさかった気がするんだよね。これだからタヌキはみたいなね。よいしょ。なんか前回よりさ、このコントローラー使うの上手くなってない。そんな一回じゃね、成長しないよね普通。どうよ、覚えられるかな。名前に関しては難しいとこですよね。アルバイト始めてもらおうかな。やだな、悪徳よ。なんかこんなバイトしたくないのにバイトさせられて。訴えたら勝てない。着替えろって言ってきたよ。はい。可愛くない、絶望。ちょっとタヌキ、あなたセンスないんじゃなくて。いや、本当かよ。花の種と木の苗をお店の近くに植えてきてほしいんだな、もう。はーい。むずくね、見栄えが良くなるようにって。とりあえず何、この周りに埋めればいいの。うちの周りに埋めちゃダメ。ダメだよね。草生えてんだけど。ね、草抜けないんだけど。何これ。Bボタンがやっぱ死んでいる。Bボタンはもう死んでいるってこと。ダメだね。何の反応もしない。これ辛くないですか、結構。そうだね、動かないね。ちょっと次取るときはもう一個コントローラーちょっと取ってくるわ。とりあえず、はい。んで、そこに木が生えた。こっちも木欲しいよな、だったら。森の中の家って感じがいいです。いい家じゃない、店って感じでね。木の苗。あとどこだ。
当だよね、花ね。いいでしょう、別にね。そうよ。ちょっと草抜けないの痛いですね。綺麗に植えたかどうかちょっとわからない。ごめんなさい。はあ、ちょっと心配だけどって言われたんだけど、どういうこと？戦争する？今のはアルバイトじゃないんですか？そういうとこかで、タヌキ。よりによってコージーってところが、もう私的には絶句って感じだもん。そういうとこかで、タヌキ。コージー。草めっちゃあんだよな。取ってくれ、ユタちゃん。何が気に入らない。え？絶望した。ちょっと。草は抜けないし、なんか地面に落ちるし。おい、コージー、くるり、お届け物よ。受け取るがいい。サンキュー。なんでお前が、はい、いやいやバイトしてるんです。はい、え、なに、え、なに、コリントの柱。私は結構いらないかなって思っちゃった。わ、誕生日。え、このイベント他の人がよかった。こうやって聞いてくれるのね。6月37日、怖っ。いつやねんっていうね。もうすぐですよ。祝ってください、皆さん。はい、双子座です。何、呪いの数字とか言いたいの？怖っ。今もらったもの全然嬉しくないから売る？ひどい。ほんと引っ越して早々、ほんと感じ悪いよね。よいしょ。終わったぞ、タヌキ。ね、お金は？オリビアさん宛にお手紙まで送る。急いで行ってくるのも、あなたが行けばよくない？いや、この時代のタヌキ結構畜生だよね。なんか今のタヌキは割と、なんかちょっともう落ち着いてるかなと思うんだけど、この子のタヌキひどいね。そりゃ畜生言われるよ。ね、全然ひどいとか思わないもんね、今の見てるとね。なんなんでしょう、ほんと。よいしょ。よりによってオリビアさんに出すのか。なんて格好。あ、ペリミじゃん。あ、めんどくせ。いや、別に。あっさ。うわー、ペリミ大好き。ペリミのいいところって、この本当にクソみたいな性格してるところがいいよね。本当に。最高って感じ。書かなきゃ、はい、え、どうやって書くのこれ。手紙を書く。オリビア、はい、ちょっと待ってよ、頑張って打とう。
素早く書きたいんだけどな。待ってよ、結構大変だねこれね。 DS ってやりやすいんだなと思うね。待ってやだやだ、どこれ。オリビアさんや、なんかセールらし、セールしてるらしいよ。ウケる。最悪クズクズみたいな手紙。はいはい、客かいいね、チェ客か。よいしょ、よろしく。めんどくせえ。もうないです。あっそ、いい性格してるよな。でも映画だとさ、そこがまあきつい性格ではあったけど、もうちょっといい人感あったよね。なんだろう、あれやっぱ声優さんのおかげかな。声優さん確かあれだよね、違ったらごめんなさい。確か私も最後に見たのが大昔すぎて、確かあれだよね、松坂梅だよね、あのしんちゃんのセーラーマーズだよね、確か声だ、声で私好きだったのかもしれないそれはある。さあ届けたぞ、じゃあ手紙出したぞ。はい、はあ、ちょっと時間かかったような気もするけど、パンチするわよ本当に。のんびりしてダメダメ、これあのいくらですか、私時給換算したら。それだけ教えてもらってもいいですか。何寄り道しちゃダメなのバイト中だからって言って、じゃあ時給いくらよ。契約書交わしてないんですけど、私そもそもここで働くってねえ、いやなっちゃうわほんと。まあでもラムネのところならいいや、可愛いから理由どこだっけ、家の中にいたよね確かね。ラムネ、カエル泣いてたよ今。え、コージーが泣いた。ラムネ、何かおっしゃりたいように。そうなのよ、おっしゃりたいのよ。はいどうぞ。わかる、壁紙とかあとカーテンとかね、うん、すごい大事だよね。騙し合うか、え、ありがとう、感謝しときます。いやちょっとでもあの店になんか今お金落としたくないなと思ってる。まあ、しょうがない、どうしようもないんだけどね、落とすしかね。でもなんかちょっとほんと態度がさねえ。さあ戻るぞ。これあと何個あったっけ、こういうお使い。
初めてのお使い。いいよね、初めてのお使い。ドレミファドレミファって、ドットドレミファ。え、これわかるよねみんなね。ドレミファドレミファ。とりあえず今回これをうまくいったらもう終わるんですけど、でジャイトさんほら B ボタンが効かないからまだ拾えないだけならいいんだけどね。もしそうじゃなかったら終わりだよね、ほんとね。買い直さなきゃいけなくなっちゃう。いや家にあるやつな、これこの今使ってるのと同じ時に買なんていうの買ってるからもうダメそう。僕のために働いてずうずうしい。またオリビアね。だって水なんてやんじゃねえぞっていう。ねえ何回やんのこれ。さっきでもオリビアのとこ行ったんだけどな。てかその時言えばよくない？これも杖持ってってねみたいな。ねえ。あでも無理か、あの時は最初の会話だけだったもんな。そうだよな。オリビアさん、オリビアさん、ほくろが素敵です。うん。やっぱオリビア可愛いな。ねえ。そうね、ちょっと島中のやつお願いしたい。あ、手紙届いたわよ。なんや。やべ、ウケる。会って一言だけ会えば、言えば済むのに憎いことしてくれるじゃない。やった。見せてあげないで。ウケるって書いてあったから。ええ、ウケるってあの子ギャルなんだみたいなね。まあちょっとギャルとはかけ離れたビジュアルイメージですけどね、今のところは。ギャルになりてよ。いしょ。住民全員ギャルっぽい人だけで集めるっていうのもありだよな。まだあんの？無理じゃね？私にそんなセンスがあると思ってるのか。タヌキよ。ただで最高慣れぬコントローラーで。どう？そんなポップなものを書けっていうのよ。タッチペン。タッチペンでも正直書ける自信ないもんな。とりあえず、はい。あれいなくない？どこだっけ？あった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 。書き込む。出来上がり。わお。何がって感じじゃない。でも、こう、いいんじゃない？わおだよ、だって。いいです。はい。なんだろう。主語ゼロだよね。何がわおなのか。なんかほら。ねえ。わおの前に何か書けばよかったんだけど。いいですよ。わおなの。これ別の子のあれだったらすごい真剣になるんだと思う。ひどいね。ひどくないから。うん。さあ行ってきたぞ。まだ何か私に要求するの？それ次第で私ちょっと暴れるよ。ほんとに。
終わった終わったやった溜まってた仕事全部押してただけってことでしょ。グーパンするよ本当に。は？嘘でしょ。あれだけ頑張ってもそんなに少ないんだ。これで一旦チュートリアルが終わると。うーんって独特。これで自由だ。よっぽど嫌だったんだろうね。で拾える？拾えないね。はい、拾うっていうか抜けないね。じゃあ本日は一旦この辺で終わりましょうか。とりあえずシュバルツが引っ越してきたということで、もうそれだけで結構どでかいイベントだよね。だから明日もし誰か引っ越してくるとしたら明日の人ハードル上がってるよ。シュバルツの次だよ。だってどうするあのゴリラ系だけ来ないでくれたらそれでいいんだけどな。やっぱゴリラが苦手。ベッドを下にも置きてえな。よし持って、はい、乗らないんだけど。よし、よし。ということでですね、次回からは本格的にお金稼ぎをして、ちょっと家のねローン払ってでかくしてもらってっていう、そんな感じですね。あと誰が引っ越してくるか楽しみですね。はい、それではこれで終わりと、と思います。バイバイ。